トーマス・ウォルター・ハンプソンは、アメリカ合衆国生まれのオペラ歌手である。アメリカ合衆国、インディアナ州のエルクハートに生まれる。1978年、79年の夏の間に、ウェスト音楽アカデミーでマルシアル・サンゲールらに学び、そこで、ロッテ・レーマン賞を受賞。南カリフォルニア大学に進み、マルシャル・サンゲルとホルスト・ギュンターに支持。1981年、 メトロポリタン歌劇場のオーディションで1位を獲得。その後ヨーロッパに渡り、デュッセルドルフのラインドイツオペラでデビューした。1985年からチューリッヒ歌劇場でモーツァルトのオペラなどを歌い、次第に国際的に注目を集める。1986年、メトロポリタン歌劇場でモーツァルトのフィガロの結婚を歌いデビュー。同年、レナード・バーンスタインのオーディションに招かれ、 1987年に、プッチーニのラボエイムを、バーンスタイン式、サンタチェチーリア国立アカデミー還元楽団の演奏で歌う。1988年ザルツブルク音楽祭出演。その後バーンスタイン式の、ウィーンフィルハーモニー還元楽団と共に、マーラーの歌曲、サスラウ、ワコードの歌、亡き子を忍ぶ歌などを録音するなど、世界的に活躍している。 ニューイングランド音楽院、ウィットワース大学、サンフランシスコ音楽院の名誉教授である。これまでに、バーンスタインやアーノンクール、テンシュテト、ラトルなど、世界的指揮者と共演している。これまでに170を超える録音を行っている。受賞が多く、グラミー賞に6度ノミネートしており、一度受賞している。また、エディソン賞も5回、フランスディスク大賞、グラムフォン賞、エコー、 クラシック賞、コンセルトヘボー賞や、その他多数の賞も受賞している。ウィーン国立歌劇場の宮廷歌手の称号、フランス芸術文化勲章コマンドール、2017年には、ボルフメダルを授与されている。オペラでは80以上の役のレパートリーを持ち、モーツァルトやロッシーには、もちろん、チャイコフスキーなども含まれる。一方、屈指のリート歌手としても知られており、とりわけ、 シューベルトやマーラーの歌曲は高く評価されている。などなど、ハット AB、トーマス・ハンプソン、タワーレコーズ・オンライン。2020年3月11日閲覧。トーマス・ハンプソン、ナクソス・ミュージック・ライブラリー。2020年3月11日閲覧。 http://www.kajimotomusic.com スラッシュ gh02019 スラッシュアンドリスネルソン式ライプスヒゲバントハス還元楽団2019年、は、5月来日ツアー2020年3月11日閲覧ありがとうございます